はい、お疲れ様です。お疲れ様です。本日はですね、今日集まりいただいたのは、飛び職人か、塗装職人か、営業マンか、誰が一番頭いいか対決をやっていただこうと思ってます。はい。いいですか？はい。ちょっと乗りが低いな。いいですか？はい。はい、そんな乗りじゃないな。じゃあまず、まあ、優勝した人には100万円これちょっと嘘になっちゃうとまずいな。じゃあ1枚ずつ、じゃあ1個ずつ物出すんで、ちょっと1枚ずつ自分の付け物ができる、まあ、それに書いてできた人から手を挙げてみようかな。どんどんもらえてくれ。これ師匠ですね。やってみよう。これちょっとこれ結構当たると思うんだよな。じゃあ1問目あ、うつ、透けてる。じゃあ行くよ。よーい、スタート。両方出てないか。行くよ。17+25。42。じゃあ今度大きく行くよ。1枚1回で使って。1枚1回でね。岩田ちゃん負けとるの。問題危ない。早いね。ちゃんと問題書いてる。じゃあ今度あのでかく書いてね、でかく書いてね、映像的にね。だ誰が一番だったよ。お前カンニングしとっただろ。これ、あ、これ、打ち取る。うわぁ。2番で当たった。テラリスト。僕っすね。テラリスト。おぉ。じゃあ次いくよ。これ難しいな。じゃあいくよ。56-23。27。もっと大きく書いて、大きく書いて。映像に映らんで。33じゃないですか。はい、面白い、面白い。大きく書いてね。もう紙いっぱいにかかんと。岩田ちゃんまだちっちゃい。もう大きくね。ちっちゃいね。ちょっと一回じゃあ練習して。33って大きく書いていて。33なの？今の紙でいいからね。俺間違ってるから。映像的に。いや、知ってます。これぐらいよく書いてね。もっと大きく書いてね。これぐらいね。次分かった。あの映像に映んないからね。はい。OK。よし、裏紙して。自信満々のやつやりましょう。つらいです。今誰が一番だった？岩田さんか。いや、テラニシ君。岩田さん。いや、岩田氏か。テラニシ君。正しい顔じゃん。あ、僕じゃない。岩田さん。岩田ちゃん。岩田ちゃんの方が早かった。僕ですって。早さはいっちゃうんですね。今大体営業はもうダントツで勝つかなと思ったら、そうでもないね。お前、頑張ってない。岩田ちゃんと叩けるもん。岩田ちゃんの代わり。じゃあいくよ。これね。ちょっと怖いね。これ難しいよ、3桁。253-125。もう118。今もうなんか。おい、言うなよ。大きく書けっつったのか、お前。はい、もうちょい大きく。あ、ゆうたちゃん、ほら、書き直してるね。ゆうたちゃん、書き直した。ちょっと、字がちっちゃいっすわ。128。128？ 俺、118。今、お前、お前、早いな。誰が、つって、俺、お前ばっか見とくの。誰が2があるんだ。わ、動画に映ってるから分かる。速そうって得意なんだけど。次だった、丸次。ごめんなさい、わからない。誰その次が岩田さんです。あ、岩田ちゃん。はい。あ、そう、やっぱ営業強いな。営業強いね。全然ちっちゃいよ。ちょっと、トビ頼むぞ。トビがバカにバレるかよ、お前。違うんですよ。あ、暗算でやるんだから。暗算でやるのかな。書いたらダメじゃん。お前ちょっと、言われてる。俺とだよ、チャット見た。なんかマジこの子かっこいいって言われて。見た。チャット。チャットいや、ほんでまた恥ずかしがってるところが超イケメンって言われて。いや、もうムカついたもんな、チャット。俺にも書けよみたいな。じゃあ掛け算いくぞ。はい、ちょっと難しいね。いくよ、冷静にね。もうバーンと上げてね。早く、早く、早く足だね。 6×12。72。おお、お前声出してないで。あ、声出そうか、声出そうか。早いわ。映像が追いつかんない。岩田ちゃんどうしたの？ちょっと。いや、岩田ちゃん映らんよ。黙ってる。誰が一番？寺口？トビリードだな、やっぱり。塗装は？塗装は全然影薄いじゃん。はい、ここからっすね。え、最近テラにしてラにして YouTube から調子乗ってんじゃないの。
しかもあの幼少のやつなんかパッてやつドラ悪いやつ俺見たんか。悪意がありますよね。悪意がある。練習に悪意があります。では行こうか。あのいいですか。20一ついいですか。僕寺道くんと離れたいです。答え釣られます。違う。これいい絵撮れた方がいい。間違った答え。いい絵撮れたよ。今入れた。ちゃんと吐きた。いいね。ちょっとバトル出したぞ。いや、ソファーも本気出してきた。スピードがないんですよ。いやー。いくよ。これかけたね。これね。これからいくよ。はい。25かける。はい。もう早い。めちゃくちゃ。25。すごい本気出したね。違う。ちゃんとみんな声出していってよ。はい。声出していってよ。ね、矢田ちゃんいい。はい。もう映らんように映らないようにしょ。矢田ちゃんいっぱい撮っておいてよ。視聴率上がるから。どうせこっちは使えるから。いくよ。24割る3。8。はい。見た。見た。これノーカットだね、本当に。いって。8。だけど早い。カードいって。8。大きい。はい。早いね、トビ強いな。お前全然ダメだけどな。問題出るまでは回答助けない。じゃあ見せずに行くわ。まあ、今のノーカットね。今はまあポイントで言うと、まあ芝藩が150ポイント。塗装班、営業がちょっと追いついて120ポイント。まあ塗装班インチキも含めてまだ10ポイントぐらい。巻き込め。下ろせんの。だから150、120の5ポイントか。めっちゃ減ってる。10ポイントか。いくよ。184割る8。54。いや負けるなよ。負けるなよ。本当ですか。いやもうテラは聞いてないよ。23。出してカメラ出して。今どっちだった。ヒロシャワーできた。できない。ずらいよりしてない。大丈夫。何でも40って書いてある。ちょっともうカウンター。お前ちょっと役立たん。分からんすね。ちょっと言えないんだよ。ビジュアル担当。これのやり方がわからん。なんでお前ガッポリ見ればだってガッポリ見やん。160だろ。これ24やん。3パ20したろ。184っすか。お前できとるけど2たん。184で24だと思っとったっす。こいつなんかできとる風にやっとるんですけど答え全然違う。違うんすよ。そう180って聞こえたんですよ。そう、お前耳すら悪いってことだ。漢字の問題です。これからいこうか。まずは小学校3年生大きく書いてね。1個1枚ね。これさすがに感じです。まあ、例えば何約束とか。あ、約束を決めるって言うし決める。はいはい。もうこれ早出しじゃないな。どんだけクリアだ。どんだけクリアだ。これ早出しじゃない。汚ねえんだよ、お前。ほんとにお前それ A って読むんだから。そう、字が綺麗なのもポイント換算だからね。カンデ君。お前、いや、一人見せるなよ。カンニング、お前、ショウさんもったいもう今日にはショウさん。ショウさん問題でしょ。お前、ショウさん問題からだぞ。まあこれ、とりあえず全員正解。トビだけ。トビ200ポイントだけど、今もう80ポイントだ。いや、これね、じゃあこれね、そちらをつっとくか。はい、まあ、別に早出しじゃないもん、リーブな。丁寧に書いてな、はい、大きくね、大きく。はい、いい住所、まあ、これわかるだろう。これやばいですね、わかんなかったら一発ぐらい今日、岩田ちゃん叩きたいんだけどな。はい。はい、じゃあ見せてください、カメラに向かって。寺道では確認しちゃうよ。目線、お前今のことなのか。ドラチェアちゃうんで合っとるかどうか自分のやつがチェックしとったもんね、今。住所ね、岩田ちゃん。間違えたよ、岩田ちゃんね。顔隠しとる。
だめだめだめ、手足ができた。はい、いや、これ10、あ、これ違う、最初間違えた。じゃあ、僕まだいいですよ、僕まだいいですよ、1人頭もっと大きい、あ、これもう字がちっちゃい。あ、僕も、じゃあ一人あの頭大きく書いてます。一人あの佐々木くんの方がちょっと見せてよ、見せて。佐々木くん自分の家が分かんないみたい。お前住所さすがにまずいだろ。じゃ迷子だよそれ。称賛だぞ、称賛。住所違う、違う、王子、王子、お前も違う、一本多いです。いや、小6問題まであるのに称賛問題までいけんのじゃないか。まあもう一個ね、これも称賛問題ね。じゃあこれからいくわ。はい、準備しよう。いくよ。人気者、これ難しいな、結構な。人って書いて、いや、リクリート、はい、はい、あ、間違えた、さすが間違えた。あ、あ、なんでだ、これやろ。はい、営業、営業500ポイントなんだけど、はい、もう50ポイント。いや、450ポイントマイナス、こんなん。お前、お前大学まで行っとんのに、なんてこの物って、お前。あ、物だね、な。あ、クイズによっては人気者になっちゃうか。いや、多分そっち人気のものだったら人気者だ。どう、そういう使い方のうち違うと思います。違う。あ、お前、お前カンニングしかない。嘘つくな。じゃあこれ、じゃあこれ、まあこれね、まあ、みんな見せてもいいんだけど、これいくわ。宿、宿、宿、これも称賛だぞ。宿、宿、なん称賛もんだよ、これ。はい、だちっちゃい、大きい書きます。こういう字じゃんか。で、あー、手が手、あ、まあ、まあ、これはあっという間。ただ見んなよ、あ、カードずっと取っとけよ。カンニングしてる、アホだよ、まあ、アホだな。だいぶやばいね、お前。ちょっとお前、あー、もうこれ営業がよし、もうちょっと賞賛問題にトビちょっとつまずいてるけど、独創書店がないと、まあ、塗装班はちょっと目立ちもないし、そうそう、パートシーン、パートシーン、数字はちょっと上がってきますね。じゃあ商用問題いきますよ。これ、こっちは簡単、あの足場班が強いんじゃないですか。強い、これもう商用なんだよ。競馬、え、競馬、絶対カンニングしたかんだろ。カンタ、お前これちょっと映せよ、映せよ、こいつカンニングしたかんだ。競争の勢いってやってる。お、お、合ってる合ってる合ってる。あ、いけとるいけとる。ああ、合格合格、正解正解です。あ、でも、おかんといいとこ行っておる。お前見てんだって、俺全然ちゃう。トビはね、成績いいけど、分かった、全部カンニングしてます。しろ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 、全然全然。はい、あと塗装班も、塗装班は目立たず、何か目立たず、何とか追っつけてきとる。今営業が800点。ほんとカンニングしたぞ。もういくしてないです。もうあれだ、変わっていいんだぞ。トビが900点だな。はい、営業800点。それに遅れて700点。今いい勝負、いい勝負だ。あ、今日からやな。100点差ずつだな。いい勝負だね、ちょうど戦い的に。もうこれじゃあ1000ポイントつけます。これ難しいか、こっちの方が難しいか。これ間違いですと難しいな。これもう1000ポイントつけます。1人で、2人正解したら2000ポイント。風景、これ難しいですか。これ、俺だけ勘違いするんだよ。勝った勝った、俺顔が出てくるじゃん。どういうふうだっけな。あ、分かった俺。あったら、おぉ、おぉ、当たり前やん。あー、風景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 、全員正解、全員正解だね。これで2800、2700、2600ポイントだね。一気に増えちゃうよ。じゃあ、まあちょっと称号言っていい。まあ、小4はいけるか。俺絶対分からんだ。これ絶対分からんだろ。分かんない。これ分からん。心よく、心よくって何、これ例文出しちゃって。あっちの心よく。あ、そうですね。何、一文字だよ、一文字。え、あ、あ、一文字。あ、そういうことですね。これ心差しだな。最初に言いたい。けども、これと同じ意味で、いい、これと同じ意味で心よくって、それどうでいいんですか、心よく。それ快楽の快っちゃう。快楽の快。これに楽つけたら快楽じゃない。そうだね。心よくって、これは正解じゃないの、不正解。これは心差しっすね。これは何だろうな。これはもうダメか、ブーブー。わー、
ここ一番わからんすよ、ね、まあ、じゃああれだ大丈夫だよ、これコメント入れてほしい、これはこういう風でこういう風でダメですよっていうコメントね、コメントお待ちします。イケメンだね、イケメン呼びしこんでくるね、あれまたもう一発称号問題いくよ、これ絶対わからんだろ、これ称号本当に。いや、いくよ。均等、均等とか平均とか、これ職人だで、数字とかださ、平等みたいな、平等均等だな、これを覚えるとダメだよね。均等、これね、100円均一の均に等しい、ちょっと金が違うね、ちょっとだけ違う、もうカルタの見て落とすな、ちょっとしょぼかったわ今あーもうこれ、もうトビ急に下がってないよ、トビ2800ポイントが今マイナス2000ポイントで800ポイントか独走だったけど、もう今負けとるね。まあじゃあもう小6問題なんかちょっといける、はい、いける、小学校6年生よ、あ、みんな合格、あ、みんな合格だった、まあ、はい、みんないけた、佐々木くん以外は、はい、佐々木くん以外は、あー佐々木くん以外は年数だったらいける、あ、30代ぐらいで、ちょっと、カメラ、こっち見ろ、ちょっとこっち見ろ、イケメンだなダメよ、お前映る写しやるよちょっとあのコメントちょっとムカついたもんな、はい、顔がかっこいいし、なんとかだし、またテレアなところが超イケメンって今日こいつで言っとったんですよ、はい、現場で、うん、2丁入っとったもんね、社長送ってきたじゃないですか、うん、まず社長全然顔ちゃうすもんねそれお前もわかんないそう、ちょっとマジ言ってましたよ、そうだから俺のやつなんかあるからすぐあの炎上みたいな感じにするまあ非表示にしてくれるけど結構ボロおかしくあるんだけどじゃあ行くよ、はい、あーもうこれ簡単な、これ職人だったら絶対できなかったな、そうですね、窓、小6問題、窓、これ職人だったらできなかったね、やっぱ営業はさすがに強いね、めちゃさすがに強いレイリオさすがに強いね、やるじゃね、思ったっけ、絶対わかんないね、すいません、お前分からない、やばいっすねと言っときながら、あ、分からない、やばいっすねって言っときながら絶対分からないでしょ、いや、まだは分かるじゃあ行くよ、あ、ちょっと待って、こっち行こうか、はい、社員としてこれ大事なんだよね、はい、忠実、小6問題、忠実、どういう実際だっけ、抜けよ抜けよ、どんどん抜けよ、これ正解だよ絶対に。あ、それ正解。正解だよ、社長。お前せっかくだよお前。面白かったのよ。ドガーッショーになったところだよ。あ、そういうのか。俺らに変わったんだよ。かわいそうだよ。頑張ってる。マジでマジで。え？いやお前やばいでしょ。営業全員できとんねあと。まあ、トビもだいぶもうマイナス200点、営業今の3500点、塗装班3450点、あと50点、分からなかったら50点じゃないですか、トビマイナス2000点、忠実も分からなかったらお前会社勤めできんだろう、あ、もうじゃあ最後の1問しようか、もうちょうど8時なんでね、はい、難しいなこれ、いけるか、山の多分、うん、山の頂上、頂上だ、これ難しいよ、あ、違う、顔見えよ、顔、はい、あ、分かってる、この顔取ったね、この顔取ったね、かけましたよ隠しよう、社長いや、違う違う山の頂上ですよね、何が言ったの何が言ったの、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 違うんすか、あ、そうだ、あ、頂上、まあ、取るやん、これ、待っとるやん、ミストロンよし、じゃあ、採点に入るわね、じゃあ、審査委員長、はい、今回、飛び班、塗装班、営業チームで国語と算数のテストしましたけど、はい、一体、どのチームが優勝でしょうか、ディキ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 
気が。いい気でしょ今。自分がどうだったかって。まあこれになりました。じゃあみんなあのカメラに向かって、今日は職人が特にトビがやっぱりバカでしたっていうことをちょっと分かる動画になったと思います。また見てねー。